はい、今日は休みやから久しぶりに料理動画、料理動画って言っても味噌汁ね、普段食べている味噌汁、だいたい材料が 1,2,3,4,5,6 種類ぐらい入るかな、6,7 種類いろいろ入ってる。今日はこれ何やったかな、もう名前がすぐ出てこん、要はこれね、レンコン、豆腐、今日はあれを入れる、チンゲン菜、玉ねぎ1個ね、はい、これを豆腐をまず味噌汁、最近作り出したんやけど、味噌汁にほんといろいろ具を入れたらいっぺんに栄養が取れるというか、バランスのいい食事になるね。いいんじゃないかな、これ。今までほんと作らんかったのはね、塩分が多いからね、味噌汁だからやめちゃったんやけど、まあこれだけいろんなものが、野菜とかなんかが取れればね、チンゲン菜はね、ぐつぐつ睨んで最後にポッと入れるとシャキシャキ感が残って美味しいわ。この根っこが美味しいの、結構。白菜を買うと白菜多いけね、余るんよ。チンゲン菜やったらこれ一つポンと入れれば、一応ね、野菜が。これに、あと、わかめを入れるかな。そんな感じや。はい。だいたいこんな感じで。2日分ぐらいあるんかな、これ。これでね。だしは、もうインスタント。無添加の、合わせのだし。入れます。はい、チンゲン菜を最後に入れて、火を止めてからもチンゲン菜を入れる。はい、出来上がり。隣はうなぎのせいろ蒸し。はい、うなぎのせいろ蒸し、せいろ蒸しが一番早くて肉も柔らかくなって美味しいわ。はい、こんな感じだろう。はい、今日の晩飯、休みじゃないから、休みじゃないっていうか、夜仕事があるないから飲めんだよな。うまい。はい、食べます。休みに食事の動画やな。醤油、これ酸化しない入れ物の醤油の袋に別の醤油を入れてる。これ何回も使えるからこれいいわ。これね、ドレッシング、ドレッシングはね、もう市販のやつを使わない。バルサミコ酢をかけて、オリーブオイルをかける。これでいいね。これで食べると市販のドレッシングが濃い、濃いかったり甘かったりね。最近のなんか本当
最近の食べ物は本当は甘いよね、みんなね。だからなるべく、まあこれも甘いんやけどな、うなぎのタレも。セール蒸し、うん、柔らかい山椒、味噌汁わかめを入れるの忘れた。あれだ、今日は本当休みやけどちょっと働いたい。駐車場の雨漏りに耐えたもん。 FRP でさ、ね、ちょっと加工したいな。もう動画を撮っとんけどね、もう動画撮らんでやる。飯を食いながら話すのもなんかしばらくしてないとなかなか話せんな。なんでも慣れやな、やっぱ。まあ飯の動画を上げるのはね、何回も言うけど、もうクライマーの食事があまりにも遅まってやったわけね。ちったなんかまともなものを食うというイメージを抱かせようと思って、もう動画を撮ってんやけど。意外にみんな食物に関心やな、あの極端やな。ものすごくこう神経使ってる人と全然使ってない人と、使ってるけど的外れな人と、ほんといろいろ、ほんといろいろや。うん、まあ実際人それぞれ違うけんね、どれがいいか悪いかっていうのはほんとわからんな。今自分でいろいろやってるけど自分でも分からんもんね、本当にこういうものがいいかどうか。まあ YouTube でいろいろ調べてね、いいだろうというようなものは取り入れ、悪いだろうというものを今避けてる。まあこの前の動画に言ったように小麦粉はないね、小麦粉カット、まあこれはちょっと入ってるけど、できるだけ小麦粉をカットして、あ、小麦粉カットはものすごく効果があった。僕お腹周りが減ってる、あれは逆転じゃない。オイルもいいオイルを使ってる。味噌汁の中に甘煮オイルを入れるよね。たらここで油を取れるよね。アメガ3を。この油揚げ代わりに油を入れる。これでも美味しい。脳みその成分は 70% 近くから油やけどね、油はいいのを取った方がいいんじゃないかな。まあ何でもそうやね、いいものを取った方が体に悪くはないかな、どういう考えてる、口から考えてるね。だからこういうものはちゃんと取った方がいいけど、多少高くてもいいもの買った方がいいな。いや病気とかなんかなってね、病院に行く金を使うよりは食事でからいい、ちょっと値段が高くてもいいもの買った方が結果的には安くなるけどね。味噌汁こんなふうに作ったらいっぱい栄養を取ればいいよ。もうほんとこれがこれするのにも15分ぐらいかからんもんね、あっという間に出る。で一回作ってからね、2日ぐらい食べれるから。はい、それではまた入りましたね。